気持ちで、復帰を願っていたと。屋良朝苗先生の、沖縄の復帰運動、屋良朝苗先生なくして沖縄の復帰はなかったと思うんですけども、この言葉に全て込められているのかなと。復帰をさせたい一番の理由は、子どもたちに日本人としての教育を施したいから一日でも早く復帰をさせたいと。じゃあ自民党は何なのかというと、米軍との仲良くして経済的援助があれば、復帰はそんなに忙しくてもいいんじゃないのかなというのが当時の自民党の考え方だったんじゃないかなと。教育者は一日、米軍統治下が一日続けば子どもの魂の空白が一日伸びて、何人だかわからない子どもたちが育ってしまうという危機感を持っていたからこそ、一日でも早い復帰を願ったんだろうなというふうに思います。それ以外にも、いろんなエピソードがあるんですけども、米軍の占領下で、沖縄の教育を日本語でやるのか英語でやるのか何であるのかわからないときに、山城厚夫先生と、これは野球でも有名な興南高校を作った、沖縄の教育者であるけれですけども、米軍統治下の沖縄市場委員会という琉球政府の前身ですね、こちらで文教部やってたんですが、迷ってる時に言語教育はどこまでも標準語でいけ、迷うなかれという指示を出したと。これが沖縄の当時の混乱をしていた、学校といっても捕虜収容所の中の教育ですから、英語でやった方がいいのかどうなのかなっていうふうにみんな迷ってる時に、どこまでも日本語でいけと、日本人としての教育を貫けということを出したと。でカビラ長信という方がいます。この方は、テレビに出るカビラ兄弟、カビラ次衛とジョン・カビラいますけども、その方のおじにあたる方です。お父さんよりも結構年は離れているおじみたいなんですけども、この方が米軍の軍政府の中の、ラジオの放送とかを担当してて、米軍の方からラジオ放送は琉球語でやれという指示が来たということなんですね。できるだけ日本語をやめさせたかったわけですね。英語がダメなら琉球語だという話ですけど、その時にとうとうと何を言ってるんですかと。琉球語は日本語であって、一般的に今日の琉球語は日本の地方語であり、日本語放送の NHK では放送言語を普通語といい、放送言語として統一している。それが今日放送している言語である。演劇や娯楽番組では地方語を用いているが、それはあくまでも娯楽番組のみ用いられるのである。琉球語という言語だけでを使用すると聴取を制限することになり、おそらく首里那覇近郊の30歳以上の人間にしか理解できないだろうと。しかも琉球語で科学、芸術、学芸の表現は極めて困難で、放送はごく一部の、聴取者、特にあなたが念頭に置いているらしい老人層の国しかならないだろうと。ラジオ放送は全県民に聴取できるようにしてこそその使命を果たせると言って、放送をちゃんと日本語でやったということがあります。で先ほどの屋良朝苗先生が、文教部長の時に、いわゆる、文部科学省のあたる役職ですかね、サンフランシスコ講和条約の直前ですが、ある議員が、第18条の4号、沖縄群島教育基本条例に日常生活に必要な国語とありますが、小さいことですが講和条約後毎日米国の信託統治になった場合の国語は何を指すのですか、英語ですか日本語ですかと聞かれたんですね。屋良先生は、現在の言葉を指しているつもりであります。我々の標準語を指しております。我々の標準語と言っているもの、すなわち日本語を指しているのであります。でまた宮城議員が、貴族がどう決まってもいつまでも日本語を国語としますかと。貴族いかんに関わらず私はそう思っております。 この言葉を通して沖縄の文化建設をしていくのが妥当だと思っておりますと答えたと。こういった方が沖縄の教育界に占領中いたというのは、もう私にとっては感謝以外の何者でもなく、アメリカの植民地になった国で公用語がに英語が公用語にならなかったところが他ありますかって話しますね。普通だったら公用語に英語がなってますよ。で学校でも米軍とのコミュニケーションを図られた方が有利だから英語を勉強させた方がいいと。で米軍はいかにして何とかして加害だろうが何だろうが英語の教育を組み入れようとしたけど、屋良朝苗先生は、沖縄は、いずれ日本に復帰するんだから日本と同じ教育をしなければいけないということで全て断ったんですね。それが沖縄が復帰をした時に、コミュニケーションにおいても教育においても大きなギャップを感じることなく復帰がスムーズに行えた大きな理由であるなというふうに思っております。あと何分でしょうか。残り時間を超えてますか。
まだ大丈夫ですか。何時まででしたっけ。大体45分ぐらい、ちょっと次、4時、45分ですね。はい、分かりました。まあ、こういった、先人に感謝をすることを忘れちゃいけないけれども、今私が話をしているようなことは沖縄では誰も知りませんので、私帰った時にちょっと講演とかでいろいろ話してますが、まあ、なんとか沖縄に広めたいなと思っております。そうすれば自己決定権だ、独立だ、差別だというようなことはなくなると思っております。で、そうこうしているうちに、先ほどのヤラチュム先生のお話から、この時も政府が動いたかというと、全く動かなかったんです。全くまだ動かなかった。で、そうこうしているうちに1964年の東京オリンピックが訪れたわけであります。この東京オリンピックの時、これは微妙ですけれども、日本国最初の聖火リレーの着地点、それが那覇だったんですね。ある意味建前では外国だったかもしれない。でも日本国民では日本国の最初の着地点は那覇ということで、東京オリンピックに間に合わせた開発した日本戦後の国産機 YS11、 これによって聖火が台湾から那覇に運ばれた、わけです。シティオブ東京号と言われております。で、先ほど回しましたが、この時に、沖縄では東京オリンピックの聖火リレー、これが行えるということは ものすごい喜びで、日本人として、聖火を持って走ることができるということはもう何とも言えない喜びなんですね。で、まあ、こういったコースを回ったと。まあ、沖縄の那覇から、大野山球場、陸競技場で、式典をやって南部を回ったんですね。最初要は戦没者を回った。一番選手の多いところは南部です。で、ひめゆりの塔も、回って北部に行って、今でいうあの辺野古のところを越えてずっとまた北まで行って、まあ、こっち半時計回りでぐるっと回ったと、まあ、こういうコースを走りました。これの、NHK が意外といい仕事をしてくれて、最高 NHK がちょっと映るか、まあ、聖火リレーのメモリアルの動画を作っております。ちょっとうまく映るか、回線が、ちょっとうまく繋がらないですね。ちょっとスライドの方に行きます。こちらが数少ない、あの東京オリンピックの時の沖縄聖火リレーの写真です。これは産経新聞社だけがカラーで持っておりまして、これ有料でお金を払って買ったものです。この東京オリンピックのマーク、これはやっぱり何といっても素晴らしいなと。まあ、沖縄では日の丸掲揚がまだ公式には許可されてないわけですね。で、これ日の丸見えるんですけど、これ日の丸じゃなくてオリンピックのロゴなんですけど、まあ、大山球場に入るところですね。これが公文長官に残っている白黒の写真になります。まあ、琉球政府というのを載っております。オリンピック東京大会聖火沖縄リレー実行委員会、でこれもカラー写真。これが大山陸上競技場ですけれども、聖火を迎えた式典が行われたんですけども、当日の産経新聞の夕刊一面で、観衆の凄まじいまでの興奮と感激は、オリンピック開会式があたかも今ここで行われているかのようと表現をしたということです。で、これが聖火の点火をするシーンですね。もういろんなところまでも人が集まっております。まあ、今はないんですけど、正常期まで一緒にあります。で、この聖火が走っているところですね。で、この時に、本当は祝日、祝祭日以外日の丸の掲揚は許されていないんですけども、もうオリンピックのこの聖火リレーの盛り上がりで、米軍は結局許可をしたというよりはもう黙認をしたんですね。みんな聖火を日の丸で迎えようということで、街中沖縄中日の丸だらけになったわけであります。
でこれが、宜野湾の今の普天間のところ走っているシーンですけども、当時は米軍基地の中では正常1機しか立っておりませんが、今の同じところを見ると今はこんな感じですね。日の丸と正常機が一緒に立っております。これがひめゆりの塔のところで、儀礼をしているところです。ひめゆりの塔前にも到着した成果をひめゆり部隊の関係者や地元の学生たちのが日の丸を振って出迎える。成果歓迎ひめゆり同窓会の横断幕。これがオリンピックの前の、アジア大会の聖火リレーなんですけれども、沖縄で行われた時あるんですが、この時には全く日の丸がないんですね、この写真は。この時は日の丸ないんですけども、オリンピックの時はもうこんな感じで日の丸だらけ、ですね。で、辺野古の北側に嘉陽という集落があるんですけども、そこではちょうど折り返し地点でこういう除幕式が行われました。これはもう名護のど田舎ですね。でこれは当時は沖縄には自衛隊がいないので、そういう式典の支援、米軍が音楽隊とか出してやっているんですね。これは今辺野古で問題になってますが、キャンプシュワブというのの海兵隊の人たちの音楽隊ですけれども、キャンプシュワブは、土地が奪われたんじゃなくて、もう向こうは田舎で何もないんで、米軍の皆さんこっちにキャンプ作ってくださいと言って誘致して作ったのが実は今の辺野古の土地なんですね。だからその頃から、まあ、複雑な立場ではあるんですけども、米軍を誘致する代わりに電気も引っ張ってくれ、水道も引っ張ってくれということで仲良くしていて、今も辺野古は OK ですけども、なぜか不思議なことに沖縄のマスコミを通してみると沖縄の人は基地反対をしているというふうにすり替えられているわけであります。そしてこの聖火リレー、もう一回だけチャレンジしますね。これ動画をできれば映ってほしい。ここって Wi-Fi ってなんか飛んでましたっけ。これ結構いい動画があるんですけど、ちょっとうまく映らないですね、残念ですね。ちょっと省略いたします。東京オリンピックの翌年、昭和40年の8月15日、初めて現役総理大臣が沖縄に足を踏み入れました。佐藤総理大臣。この踏み入れたのが、先ほどの一番当初の動画でもありましたけれども、太田稔中将の伝聞を見た鹿児島県選出の衆議院議員山中貞則という方がいらっしゃったんですけども、佐藤総理大臣が大臣就任すると、誰一人戦後沖縄の、沖縄のに、足を沖縄に誰も行っておりませんと、佐藤総理大臣が、沖縄に行ってもう少し復帰まで待ってくれと、ぜひ沖縄の人に言ってくださいというふうに平詰めで断じ込んだとですね。で佐藤総理大臣はうーんと言って、それは内閣の命運をかけることになるぞと、いいのかと。ただ山中貞則さんは、沖縄が復帰できるかどうかは内閣の命運をかける価値がありますと言ったら、佐藤総理大臣はしばらく目を閉じて、しまかったと。じゃあお前が道案内をしろということで、この沖縄訪問が決まったというんですね。で沖縄訪問で、この沖縄訪問は私は多分この東京オリンピック、これの聖火リレーが大きな、きっかけになったんじゃないかなと。要は日の丸を振ることがもうあの状態で米軍の沖縄の永久統治はもう不可能だと。日の丸をあれだけ振られたら永久統治不可能ですよということだと思うんですね。で佐藤総理大臣が、昭和40年沖縄でこのように来ました。沖縄同胞の皆さん、私はただいま那覇飛行場に到着いたしました。かねてより熱望しておりました沖縄訪問がここに実現し、ようやく皆さんと親しく目にかかることができました。感慨誠に胸迫る思いであります。沖縄が本土から分かれて20年、私たち国民は沖縄90万の皆さんのことを片時とも忘れたことはありません。
本土一億国民は皆さんの長い間のご苦労に対し深い尊厳と感謝の念を捧げるものであります。私は沖縄の祖国復帰が実現しない限り我が国にとって戦後が終わっていないことをよく承知しております。これはまた日本国民すべての気持ちでもあります。私が今回沖縄訪問を決意いたしましたのは何よりもまず本土の同胞を代表してこの気持ちを皆さんにお伝えしたかったからであります。私は去る1月のジョンソン米国大統領との会談で沖縄の施政権をできるだけ早い機会に返還するよう強く要望しました。また沖縄住民の民生安定と福祉向上のための米愛協力をすることについて意見の一致を見たのであります。私はこの基本的立場に立って沖縄の現実の姿を直接この目で確かめ耳で聞きできるだけ広く深く当地の実情をつかんでこれを日本政府の沖縄施策の中に具体的に生かしたいと存じます。そしてこのことは私の責任であるとともに沖縄の皆様の期待に応えるゆえんであると考えます。このような挨拶をしたのがこれが歴史的な佐藤総理大臣の沖縄での演説であります。これ以来、具体的に沖縄返還交渉がアメリカと行われて、いろいろ紆余曲折、先ほどのように安保闘争に巻き込まれたとかいろいろありますけれども奇跡的に沖縄の復帰と日米安全保障条約の延長、これはセットの問題でありますけれども、これが、できたわけです。その時の写真があります。沖縄公文書館の写真でやたら数が多いのが伝わるんですね。先ほどの東京オリンピックの聖火リレーとこの佐藤総理大臣の訪問、どっちが多いかと、写真の枚数多いかって数えたらオリンピックの聖火リレーの方が多いですね。まあ、それだけオリンピックはもうカメラマンが感動してお金も考えずパチ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 写真をたくさん撮ったんだと思います。佐藤総理大臣の時沖縄訪問の歓迎です。この時の日の丸を見て、佐藤総理大臣は東京で安保闘争の人たちといつも戦ってましたから沖縄でこの日の丸を見てですね、本土が沖縄に復帰した方がいいんじゃないかって言ったっていう話もあるぐらいですね。これ石垣島まで行ったんですね。まあ、日帰りで宿泊はしてないですが、子供たちが一日も早く日本に帰りたいと、まあ、沖縄 もう日本人だとかいろいろありますけども、そして昭和47年、沖縄の復帰式典で天皇陛下が、御臨席をされてお言葉を賜りました。本日多年の願望であった沖縄の復帰が実現したことは誠に喜びに堪えません。このことは沖縄県民をはじめ我が国の絶え間ぬ努力と日米両国の友好関係に基づくものであり深く多とするところであります。この機会に先の戦争中および戦後を通じ沖縄県民の受けた大きな犠牲を悼み長い間の苦労を心からねぎらうとともに今後全国民がさらに協力して平和で豊かな沖縄県の建設と発展のために力を尽くすよう切に希望します。これは昭和天皇の言葉ですね。ただ昭和天皇は沖縄訪問をずっと願っていたんですけれども、まあ、終戦直後は米軍統治下だから足を踏み入れることはできなかったんですね。もし沖縄が米軍統治下じゃなかったらあれだけ多くの犠牲を本土決戦の最大の激戦地だった沖縄に真っ先に多分足を運ばれたんじゃないかなというふうに思います。で沖縄の国体の時に行くところが病で倒れて、このような漁船を残しております。思わざる病となりぬ沖縄を、訪ねて畑さん勤めありしようと、まあ、この漁船はですね沖縄県の波の上宮に、飾られております。庭にあと明治天皇の銅像もあるんですけどね、沖縄の波の上宮に、この時にですね、このようなことが残っております。昭和20年代に全国をご巡行なさらった先帝陛下でしたが米軍統治下になる沖縄へのご巡行は実現できていませんでした。昭和62年に沖縄で秋の国体大会海邦国体が行われることになり開会式の御神覧も兼ねてようやく念願のご強行が実現できると思われましたがその直前に、ご不礼によって中止となってしまいました。沖縄ご巡行を目前にした9月陛下は大手術を受けられました。麻酔から覚めた陛下の第一声はもうダメかだったと言われています。医師たちはご自分の命のことかと思ったが実は沖縄訪問はもうダメかと問われたのでしたということです。
まあ、この志を引き継いで、今の金城陛下が沖縄に思いを寄せて、まあ、流歌を勉強したり、沖縄の普通は和歌は5-7-5-7-5ですけど、沖縄では8-8-8-6なんですね、こういった和歌を、たくさん書かれております。まあ、あとはもう残り明治時代のところだけちょこっとして、終わりたいと。何分までですか？4時前、終わりですか？ちょうど。じゃあいいですか、資料の中に明治のところまで書いておりますけども、ここはたどり着けばお話したかったんですが、たどり着かなかったので、琉球処分のこの大きな間違い、琉球処分は実は、海軍、フランス海軍が1940年代沖縄に来た時に、薩摩の人たちが、いろいろ考えて、五代友厚のお父さんの五代秀隆という方が琉球秘策というものを書かれました。これはほとんど知られてません。私が発見して、口語訳をした文書ですけども、琉球秘策、琉球の処分は絶と和との二策をもとすべしと、他国を貫くか開国をするかのどっちかだと、決して戦ってはならないと、戦ったら負けるからというのが、これが1940年代の話なんですね。ペリーが来る9年前、フランス軍艦が来て薩摩は大騒ぎになったわけです。そして、その結果、まあ、薩摩と江戸といろいろ情報を言ったりして、薩摩に、江戸幕府が薩摩に琉球に防衛隊を出せと言った時に書かれたのが、この琉球秘策というものです。これが実は琉球の処分はというふうに説明をしているんですね。だから琉球処分というのは、琉球を首ちょんぱしたりなんか、この虐待することではなく、外国に対して沖縄の問題をどう解決するか、沖縄をどう守るかというのが実は琉球処分の始まりであり、そしてこの琉球処分の中には、開国をしたら開国しただけではなく、なおかつ西洋よりも大きな兵を整えなければならないと、この五代秀隆は書いてあるわけですね。要は開国をして富国強兵をするというのが、これが琉球秘策なんです。これが琉球秘策と沖縄県設置というのは、沖縄問題の解決というのは実はセットであり、この思想が島津成明に引き継がれて、この琉球防衛のために対戦製造禁止令とかを廃止して、琉球大砲船というのを作ったんですね。そしてそれが後に幕府に献上して将兵丸となったので、要は今で言った沖縄を守るために政府の憲法9条を改正をさせて、沖縄を守る体制を島津藩が作ったようなものなんですね。だから、明治維新と琉球処分を別々に加害者と被害者に分けるととんでもなくって、明治維新の始まりは沖縄の防衛から、島津の沖縄の防衛から始まったのであり、それが沖縄と琉球が、セットになって明治維新を起こして、沖縄を守れる中央集権国家を作って、日本軍を作って沖縄県を設置したと。明治維新は沖縄の危機から始まって、沖縄県設置で終わったというような歴史を学校で教えなければ、日本はいずれ分裂して滅びてしまうというふうに思っております。詳しく知りたい方はこちらの方を読んでください。はい、以上で、私の話を終わります。ご清聴ありがとうございます。